많이 갖고 있거든요. 그렇습니다. ただ早稲田式は試合の途中で勝利が決まってしまう可能性があります。必然的に4試合を取った側が勝利となりますので、まあ勝手な意見を言わせてもらいますと、視聴者側は最後までどうなるかわからない試合を楽しみたいので、もつれてほしいところはあります。さあ、この早稲田式1試合目にまた出てくるのはジュンディン選手、そしてダブル選手と、今回追加されたメンバーの同士の組み合わせとなります。こちらは2先 BO3 の2先です。2先を6組合わせあるので、ここからは1時間以上はかかるでしょう。楽しんでいきましょう。あ、なるほど。今大会の運営の方から、メッセージが来ました。早稲田式は今回は各チームから各試合前にエントリー提出する形となるそうです。要するにコンセプトマッチなどではなく、ランダムな組み合わせとですね、完全ランダムな組み合わせによる試合となるようです。ありがとうございます。なので無限の可能性がありますね。さあ、そしてダブルじゃないよ、ジェニーが起用したのはクロエですね。いや、すごいガード、ジャブからの奈落、バックラッシュすればクリーンヒットにはならないんですけど、あえてガードしに行って倒しきった感じですね。まあ、クロエ側とすればシャープナーに対しても浮かすことができるので、バックダッシュしに行くよりはしゃがみガードで倒しきりに行くという選択肢もあるのでしょうか。横須賀下段をさばいて、これは壁運びが難しかったが危ないですね。コンボのフォローで奈落に行くのはちょっと危ないんですけど、体力ジャストで倒しきることもあり打ちました。さあ、ワンツースリー派生を出し切って補正切りを狙ったか、各班は入らない、ラッキーだぞ。また奈落ガード、ジュンディのクロエがどんなコンボがあるの、ダブルアップ、思わずガッツポーズ。クロエ強化されたとはいえ使い手が圧倒的に増えたわけでもないので、もともとマイナーキャラクターということもあり、対策という面で見れば完璧な人あまりいないのではないでしょうか。上段をしゃがんで浮かすが壁に嫌われる、逆に結果往来か、ウォールバウンド、不利からアパストで暴れて、これは中段いくだろう、どうなる、何、発生負けしてる。割とワンツースリーヒット後、セオリー通りというか、まあ、鉄板のレイジアーツではあるんですけど、まあ、あの局面倒しきりたいですよね。ダブル選手が1本取られてしまいました。これで2先勝利に向けてジュンディン側は先にリーチをかけます。いや、しかし改めて
ネットワーク周りの改良によってこういった日韓の試合が今までより圧倒的にストレスなく試合ができ、それを観戦できるというのは非常にありがたいと思います。このシーズン最も全世界のプレイヤーにとってありがたい改良だったと思います。しゃがみから攻めて、中段カウンター40前後のダメージ、奈落を横で避けて、しゃがみ2択、かまいたち奥がヒットせず、ジャブから横移動、これがトッププレイヤーの横移動なのか、ジャブをガードして反応して横移動をしっかり入れている。下段をガードして壁に行く、ここからは 2V1 を奈落でチョイス、強気ですね。あっという間に1対1で追いつきました。ダブル、さあ近距離でまとわりついてくるクロエですが、ハイキックなどの追い払う選択肢があまり優秀でないので、ダブル側若干近距離困ってるイメージがあります。このように多段技の応酬で考えればクロエ側に軍配が上がるのでしょうか。アパストなどに頼りたいところですが、アパストなどもこのレベル透かしてくる可能性があるが、しっかり対策、3発目は右横移動して、構えたち新速成形付け2段2連続、ここで太い選択肢、壁剥がしはできないが下段から攻め立てる、横移動対策、読み合いが待ってるが、これは倒しきれない。左アッパーフレームは悪いですけれども、軽い中段で言えばあれをに頼るしかありませんね。ワンツースリーから今度は短辺を打ってましたが、これはダブル側、逆転させたくない、確定反撃が入らない、これは大きいでしょう。スラッシュヒットで追いつきました。展開として1試合目1ラウンド目として変わって大きく違いが見られたのは、クルエの10フレ多段技派生にでの読み合いですかね。あちらでダブルが3発目を右横移動して、中段部分を右横移動して浮かせたことにより読み合いが回り始めて、壁際でワンツーホーミングを使うなどして、まあ、じゃんけんが見れました。二先なので最終試合となります。先鋒戦、大事な先鋒戦です。なんか我らしき各チームが選手を提出するエントリー順ってありましたけど、どうなるかな。最後にヒザさんとゲンさんとかありそうだよね、普通にね。暗黙の了解みたいな、エース対決。さあラッキーな空中ヒットをうまく拾って、いやこういうのは通用しないか、見慣れてない。今夜勝ちたい連携でよく使われた技でしたが、このレベルではヒットしてませんでした。おそらくキャラ変更ありですね、負けた側のキャラ変更はありだと思います。
これは空中ヒット倒しきられるか。クロエ締め技はダメージ大きいですね。左アッパーゲダンがヒットしてローキックから逆に攻める。これも右横ヒットしてしまう。前蹴りスラッシュ、これもスラッシュの下段の部分とタックになってますね。おそらく前両蹴りをケアしてしゃがみいってるところをスラッシュが立てない、そういった読み合いが2回続いたように思います。コンボダメージが高い。クロエカウンターヒット、これは大きなダメージとなってしまう。ダブルまだあるぞ。有利フレーム左アッパーから、ここで左アッパー一発止めで止めてしまったことにより奈落がにおったか。ガードさあ、早稲らしき1試合目、ジュンディンが勝利しました。強いですね。ジャイアン、ぜひカズムラさんにこのクルーを見せてあげてください。時間は何時までの時間は決まってません。どのようにもつれていくかによって変わっていきます。